立方メートルは、軽量法、国際単位系の体積の単位である。1立方メートルは、辺の長さが1メートルの立方体の体積である。国際的な英語表記は、キュービックメートルである。メーターとはしない。日本ではメートルを、米と書くことから、立方米とも書く。平米のように、ー米あるいはー米と表記されることも、あり、ガスボンベの容石や、 そこに充填する機体の体積をはじめ、土木、建築、水道、機械の分野などで使用される。かつては同じ量のステールを使うこともあった。日本の軽量応法では、立方米、流米、理由米、理由米、流米、ステールはいずれも取引や証明には使用することはできない。立方メートルの単位記号は立方メートルである。 大文字による M3 を用いることはできない。植え付き文字の3が使えない場合には、立方メートルと書かれることがある。1立方メートルは以下と等しい。立方メートルの倍数単位の接頭時は、立方メートル全体ではなく、メートルに対して付けられるものである。例えば立方センチメートルの円算優先順位は C ではなく3であり、1辺が1センチメートルの立方体の体積、 すなわち M3 の16倍である。ただし M 立方メートル以上は通常使わず最大でも軽立方メートルである。メートル条約が1875年に成立した時には1000立方センチメートルの質量を1キログラムと定義していた。したがって体積1立方メートルの水の質量は正確に1 0 0 0ラムであった。しかし1889年、 キログラムが、キログラム元気で再定義されたため、わずかに値が変わった。現在では、体積1立方メートルの水の質量は、摂氏3.984度、標準体気圧下で999.97495キログラムである。1964年以降、1000リットルと1、立方メートルは等しいが、かつては異なっていた。1889年に、 キログラムの定義が変更され、温度摂氏3.984度、標準大気圧での水の密度は0.999972グラム毎立方センチメートルになった。しかし1901年、リットルはキログラムと水を使って定義されたため、1000L イコール1、0.999972、立方メートル1.00028、立方メートルになった。 1950年にはキログラムと水による定義は廃止されたが、値はほぼ保たれ、正確に 1000L イコール1.00028立方メートルとなった。このズレは1964年の第12回国際土量構想会で、リットルが1デシメートル3と再定義されるまで続いた。かつてた木々の計量用に、1立方メートルに等しいステールが使われた。 1793年にフランスで制定されたメートル法で初めて導入された。それまで焚き木の計量にはコルドあるいはそれに相当する各国の単位が使われており、その置き換えとして作られたものである。フランスでは1コルドイコール112立方ピエ3.839立方メートルだった。百七十八年国際度量衡委員会は体積の単位には 立方メートルを使うこととし、ステールを非推奨の単位とした。アメリカ合衆国では1982年に、ステールの使用が禁止された。現在でも、フランスでは使うことがある。ユニコードには、立方メートルとその分量、倍量単位を表す蒸気の文字が収録されている。これらは、CJK ご関用文字であり、既存の文字コードに対する広報ご完成のために、 収録されているものであるので、使用は推奨されない。軽量単位例別表第1交番11体積立方メートルの欄。辺の長さが1メートルの立方体の体積、体積の単位、流米大東医療ガス。2019年3月31日閲覧技術資料流量単位1、流体工業株式会社。 2019年3月31日閲覧。軽量単位規則別表、第2体積の欄、CJK コンパチビリティ i 2016年2月21日閲覧。ザユニコードスタンダード、バージョン8.00、マウンテンビュー、CA、ザユニコードコンソーシアム。2016年2月21日、閲覧。ありがとうございます。